はい、皆さん毎度毎度、子育てがね終わりに近づいてね、生活に余裕ができるとねバイクを買おうかなって思ってるおじさんたちねいると思うけどね、まあ、個人的なね偏見的な意見だけど、まず中古はやめること。今わざとねハンドル振ってこうやって走ってんのかってグラグラ、あの中古のバイクだとねこれができないの、怖くて。中古のバイクでもねあのパワーは大体ね出てるんだよ。だけど足回りがもう話になんねえのが多い。で足回り直すのはねもうすごい金がかかるんだよね。下手したら骨組みごと交換で交換できればいいよ。しかもね自分でやれば安いけど業者に頼んだらね125のね新車買えるぐらい金取られたりするからね。今乗ってるこのリード110ね、これ、まあ、もらったんだけど2万7000キロ走行かな。もう前後とも足回りがねもう壊れてたね。だからとりあえず中国製のフロントフォークとリアショック、まあ、丸ごと買いちまったらとりあえず走ってるけど、やっぱりノーマルのね快適さは出てないと思う。これあのリアショックに関してはちょっとレース用の変なの入れたからちょっと硬いね。でカツ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 乗り心地はちょっと悪いね一般道だとね、まあ、一般道を快適に走るっていう足回りじゃなくなっちゃったね。ライダーの皆さんはね若かった頃あのバイクに乗りたい、このバイクに乗りたかった、そんな思いでね古いバイク手出すとねバイクがね全然面白くない。多分速く走ろうとかなんとかって考えてないと思うけど、直線を走っててもね面白くない、気持ちよくない。ほんでもってちょっとした交差点曲がるっつってもそれですらねなんか不安定で面白くない。本当にね一人でトロ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 曲がるっていう感じで、仲間はさ普通にスイスイって曲がってくんだよね。本当にね俺こんなに下手だったかなと。できればねバイクはねあの新車で買ったほうがいい。あの本当にリターンライダーこそ新車で買って、その新車の性能でねあの美しく走ると。さっきコンビニでねお店の本取りお取り置き3冊でジャンプと週刊女性とかなんかねあれ買った時、いや俺手続きめんどくさいんだよ、領収書3枚出てきてあのなんかやって取り入ってさ、で最後サインしてさ、こんなことやったらお釣り忘れたんだよみたいなね、ポケット手突っ込んでお釣りが入ってないんだよ。だから今 U ターンして取り行くんだけど、わかるかどうかね、レジの方でね、わかんなかったらもうこれ忘れたこっちが悪いから諦めるしかねえけど。はいお疲れ様でした。